ヨハネス・ビルヘルム・イエンセンは、デンマークの小説家。20世紀デンマークで最も偉大な作家とも評される。1944年に、ノーベル文学賞を受賞した。姉妹の一人、マリア・イエンセンも有名な作家で、初期のフェミニストである。彼は、ユトランド半島北部のファーソという村で獣医の、息子として生まれ、田舎の環境で育った。 コッペンハーゲン大学で医学を学んでいるとき、学費のために、ジャーナリストとして働いた。3年間大学で学んだ後、彼は進路を変更し、文学の仕事をすることに決めた。最初の文学作品は、ペシミズムの影響を受けたもので、祖国デンマークに関する話を集め、1898年から1910年に、かけ、出版された、ヒマーランドストーリーズである。 1900年から1901年に、傑作コングスフォルド、ザ・フォール・オブ・ザ・キング、王の没落を書き上げた。16世紀のデンマーク王クリスチャン2世紀の没落を描いた近代歴史小説で、1999年に20世紀、デンマークで最高の小説に選ばれた。1906年には、大著ディーグダ1906を上司し、デンマークに三文子を紹介した。 彼は、しや少しの戯曲、多くのエッセイも書き、テーマは主に人類学や、進化の哲学に関するものが多かった。ハンス・クリスチャン・アンデルセンと同様に、彼もよく旅行した。アメリカへの旅行中に、パー・メンフィス・ステーションという詩の着想を得、これはデンマークで非常によく知られる詩になった。ウォルト・ホイットマンは、イエンセンの影響を受けた作家の一人である。 イエンセンの有名な作品はすべて1920年以前に作られた。これ以降彼は生物学と動物学の研究に没頭し、チャールズ・ダーウィンの理論をもとにした倫理にかなったシステムを作るために努力をした。彼はまた古典史の再生にも希望を持った。イエンセンはデンマークでは論争の的になっている人物で彼の無茶な論客やしばしば人種差別的な理論は、 彼の評判を下げた。しかし、彼は、ファシスト的な言動は、決してしなかった。彼はデンマークに、三文詩や、直接的な言葉を使った詩をもたらしたことで、デンマーク近代詩の父とみなされている。彼の直接的な影響は、1960年代に、現れた。ラドヤード・キップリング、クヌート・ハムスン、カール・サンドバーグの三人の作家と並び称されている。 ヨハネス・ビルヘルム・イエンセンは、後に、ジークムンとフロイトによる分析で有名になった、小説、グラディバ・グラディーバを1903年に書いた、ドイツ人小説家のビルヘルム・イエンセンと混同される、ことがあるが、別人である。ありがとうございます。